はご多忙の中お越しくださいましてありがとうございます。ただいまより戦術球場の会と東京臨時医療連合会東部統括ブロック主催前川喜平氏と石山真子氏の会談を開催いたします。私は本日司会を務めます医療法人財団平和会の大谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに開会挨拶を戦術球場の会世話人で北千住法律事務所弁護士の石井和義より行います。市民の権利を取り戻すためお客にご来場いただき、誠にありがとうございました。今日はこの後、前川喜平さんとそれから石山さんによる対談で、まあ、統一教会の問題であるとか憲法の問題について、まあ、語っていただくということで、私も非常に今メディアを騒がせている問題ですので非常に楽しみにして今日参りました。マイク近づけないと聞こえない。ちょっと持っちゃってもいいですか。持っちゃっていいですか。すいません。
まあ、今5兆円以上あると言いますけども、まあ、それをね、倍にすると。当然、その財源はどうなるかというと、私たちの本来当てられるべき医療であるとか、教育であるとか、年金から、まあ、奪われてしまう可能性が非常に高いという時代になっています。まあ、確かに、次の国政選挙までは、3対3になりますが、やはりこういうね、政権の、不祥事、そして低下よりをね、どんどん、まあ、こういう場を聞いて、まあ、学んでいただいて、でそしてやはり、日本国憲法の、選挙区から9条を、ね、守る、そのための、団体ですから、まあ、9条、まあ、9条だけでなくてね、まあ、憲法が、そうとした国がある方なので、まあ、それに向かってね、まあ、次の、今後行われる、まあ、選挙、統一地方選挙、国政選挙、どういう判断がされるか、まあ、皆さんの、皆さんもそういったものを踏まえて、ぜひご案内していただきたいなと思います。短い挨拶を行いましたが、今日の企画のご成功をお祈りして、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、お二人にご登壇いただきます。9月27日以前と9月27日以後の世界ではなんかこう
こうちょっとだけ変わってきてるんじゃないかなと思います。これはですね、やはり私たちの運動がですねあったからこうなったんだと思うんですね。あの時声を上げなかったらこういう雰囲気になってなかったと思いますし、多分世論の大多数がいいんじゃない国葬だって元総理大臣だしねなんていう感じになってもう大変なことになったと思うんです。あの時声を上げたからこそこれだけ世論が動いたと思うんですね。問題点が溢れ出してそんなに税金使うの、安倍政権で振り返ってみたらとんでもない政治だったんだっていうことが広まってきたと思うんです。岸田さんのですね言ってることどんどん変わりますしね、7月22日の国葬の閣議決定の時には国全体で弔意を表すんだって言ってましたけれども、8月31日には強制はしないって言ってましたし、それで当時見込んでいた参列者もう6000人以上だったらしいですけれども、4300人を切ったぐらいにどんどんみんな私も欠席を欠席みたいな、最後は G7 の首脳が全然誰も来なかったっていうようなもう大失敗ですよね。もうその時点でもう大失敗なわけですよ。で元議員にも手を広げてね声をかけたりしてもうしっちゃかめちゃかなことやっていたわけですけれども、で片や一方私たちの運動ってのはどんどん盛り上がっていって、あの NHK でさえも国葬の話をするときに必ず世論を二分した国葬とか賛否両論国葬とか国葬の前にそういった枕言葉をつけて放送報道するようになった、そこまで私たちの運動というのは大きくなったんだなと思うんです。まあ、自民党を動かしただけじゃなくて、まあ、立憲野党も動かしてるわけですね。もう皆さん思い出してください、9月1日に立憲民主党の泉代表は BS の富士でテレビでいや国葬参加するかもしれないみたいなこと言ってたわけですよ。そこでみんなが何言ってんだみたいなってこう SNS でですね国葬なんか参加するだみたいな話をして、そして辻元さんや江本さんが私は行きませんっていうような意思表示をしたと、世論に突き動かされるような形でその2週間後の9月15日には立憲民主党の党執行部は欠席しますっていう表明を一転したわけですね。これも明らかに私たちの世論の動き、市民運動の動きを見て意見を変えていったというふうに思います。これをしなかったらどうだったのかと思ったら多分行っちゃってたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。まあ、こういった運動のこう火付け役となったのは紛れもなく今ここにいる皆さんだと思うんです。これをですね中野浩一さんが上智大学の中野浩一先生がですね以前2015年の安保法制の時に国会正門前でこう言ったんですね。シールとかそういった若い新しい運動の人たちは掛け布団だと、ね、私たちのようなですね地道にずっと市民運動やってこう署名板を持って雨の日も寒い日も暑い日もですね地道に環境整備やってきた私たちを敷布団だと言ったんですね。敷布団掛け布団論っていうのでもうその話を聞いた私たちは涙を流して喜んだんですけれども、これはどういう意味かと言いますと、やはり寒い冬もうどんなに掛け布団が豪華で暖かくても敷布団がしっかりしてないとやっぱり寒いんだと、で暑い夏掛け布団がいらなくてもやっぱり敷布団がないと腰が痛くなってしまう、地味だけれども大事な役割を果たしているのが敷布団なんだっていうんですね。で今回のこの国葬反対の運動はもう完全に敷布団がですね大活躍したと思うんです。やっぱりこうスタンドオフミサイルに例えてはいけませんけれども、やっぱり常にこう待機している状態で運動やってますから、いつもいつもどんなに人が集まらなくても、まあ、会場で声を上げたりしている、こういったことがですね準備運動になっていて、何かあった時にパッと動けるようになったんですね。さらに全国に私たちの仲間がいますから、何か行動を起こせれば必ず両面機能がですねわーっと広がるわけですよ。こういう運動を地道につなげてきたというのが今回のたった2ヶ月間の短期決戦、ここでもう威力を発揮できたと思うんです。さらに2015年の安保法制の戦いでまず私は共同の戦いというのを手に入れましたし、さらに一人でも戦えるっていうそういった方法も手にした、スタンディングとか一人でもスタンディングとかそういったことが全国各地戦いの手段というのを手にした運動をやっている人たちがもう一斉に9月27日は立ち上がったんですね。で参列者は2万人いたとか言われていて、安倍さんの献花台に並んだ人たちが2万人以上いたと言いますけれども、じゃあ私たちがね一体どのぐらいなのかと思っ
ね、総合会合同実行委員会はですね、総力を挙げて計算したところですね、3万人超えました。これはテレビとか新聞とか全部ネットとか調べただけなので、ネットをやっていないとか、ね、テレビに映らない、そういうところはカウントしていないので、まだいると思いますが、確実に3万人を超えているんですね。あの日、平日の昼間にもかかわらず、3万人以上の人が全国、そしてニューヨークとか海外でも同時刻にですね、声を上げた。まあ、大失敗であり、国葬の、そして私たちの大勝利なんですね。私、このことは本当に成功体験として、次世代につないでいこうというふうに思っています。こういう時に運動のコツコツしたっていうのは役に立つんだよ。ね、運動が盛り上がるときと盛り上がらないっていろいろありますよね。2015年の生放送の時には、あんなに人がたくさんいたのに、どうしてこんなに今少ないんだろうと。やっぱこう運動って波がありますから、満ちているときもあれば、引き潮のときもあるんですよね。で、満ちているときよりも、引き潮のときの方が力が強い。こういったときにこそ、私たちはしっかりと目指したアンカーにならなければならない。このアンカーこそが市民運動、草の根運動、そして労働組合運動だと私は思っているんです。まさに私たちはこういったアンカーの役割が今回果たしてきたんじゃないかなと思います。街頭宣伝ですとか、集会やデモやシール等々、スタンディング、本当にありとあらゆる手段を加えた上に、さらに空中戦の SNS、ハッシュタグ運動など、本当にたくさんあったなと思います。まあ、こういったことにですね、岸田さんというのは、決断と実行とか言ってますけれども、彼初めて決断と実行したのが、ね、国葬だったわけですよね。今までなんか、ね、ハキハキしているからなんか、はい、いいこと言ってるのかなって思っちゃう感じですけど、こう言語明瞭意味不明みたいな状態で何言ってんだろうと思いながらね、そんな感じでしたけれども、まあでも彼はもう本当に岸田政権の支持率っていうのは超危険水域 20% ぐらいになってるわけですよね。まあこれで自民党のお得意がですね、北朝鮮の脅威を煽るっていうのも、これ臨時国会開会の翌日にですね、北朝鮮からミサイルが発射されて大変だって J アラートを鳴り響かせてやっても、それでも全然支持率回復しないからもうダメだなって思うんですけれども、まあこういったことをやっている。まあ私たちここで、まあ、岸田政権の支持率落ちてやったって思うんですけれども、でも立憲野党の支持率っていうのは全然上がってないんですよね。おかしいな、どうしちゃったんだろうって思うんです。やはりここなんですよね。私せっかく今回の国葬で立ち上がってくれた若者たちがなんかね、維新とか賛成党とかそっちの方に行っちゃうんじゃないかと思ってすっごい不安なんです。なんか早く私たち選択肢にならなきゃいけない、私たちは受け皿にならなきゃいけない、あれをブームで終わらせちゃいけない、これからの始まりなんだってことをですね、声を上げたら変えられるんだっていう実績をともにですね、若い子たちに手渡していかないと、まあ、どうしても分かりやすいところ、流れの早いところに行ってしまいますから、そういったまた新たなカルトみたいな、その賛成党とかに行かないように、私たちが一つの選択肢になるように、頑張っていかなきゃいけないなと思います。まあ、そういった方法なんかもですね、最後の方で前原さんと話しながら話したいなと思います。まあ、さて、私はすごい本当的な姿が見えてきたなと思うんです。本当的な姿が。あ、こういう人たちだったんだと思ったわけですね。右傾か右傾かと言っていますけれども、カルト化だったんだって思ったのと、あとやっぱり山梨すっごいデマが出すんですね。ものすごいデマで出てるんだ、まあ、考えてみたら新藤さんのデマみたいなもんでしたけれども、デマの塊みたいなもんでしたけれども、まあ、デマを平気で流すんだなっていうのが今回の国葬のことですごい思いました。まずいろんなデマがありましたけれども、デマその1、これはですね、国葬反対って言っている人たちはみんな年寄りが多いっていうデマですね。私はちゃんと調べたんです。国葬賛成派のデモもあったんですよ。これ私ニュースで見てびっくりしたんですね。私たちのこと年寄りって言うけど、まあまあ年寄りですよ、国葬賛成派の。もう年寄りも年寄りも大年寄りみたいな感じで、もう大丈夫かなと思うぐらいにヨロヨロヨロしていて、私たちも全然元気って感じですよ。でもこれは仕方ないことなんですね。安倍政権8年8ヶ月も続いてますから、若い子たちは安倍政権しか知らないわけですよ。怒りようがないわけですね。それはまあ消極的賛成ですよね。別にいいんじゃないみたいな、国葬別にいいんじゃないですよ。でもこちら側はやっぱりシール投票とかしてると、なんか別にいいんじゃないみたいな、賛成を押す人と反対を押す人っていうのはもう怒り倍にするんですね。シール投票も怒りながら反対決まってるじゃないみたいな感じで
か起こる、もう明確に分かれてるなって思いました。で絶対に賛成っていう人たちは、まあ、それも お年寄りが多いわけですよね。だからそういったデマを流すわけですよ、年寄りがやってるんだみたいな。でもう一つ、そのデマの根源であるその独創賛成派年寄り映像を探していたらですね、出てきたんですよ。ちゃんと取り上げられてたんですね。あ、取り上げてることになるんだと思って見たら、なんと世界日報でした。つまり統一教会が主催して国葬賛成デモをやっていたんですね。そういうことなんだっていうのはでも思ったんですけども、だからそういったデマがある。でさらに国会正門前には1万5000人が集まったんですね。他にも 国葬反対のデモで当日日比谷公園から銀座にデモを出発したグループですとか、武道館周辺でやったとか、まあ、とにかくすごいいろいろ取り組まれたわけですね。なのにもかかわらず、国会正門前1万5000人は嘘だ、500人だと言って、全く全然違うところの写真を持ってきて、これは500人じゃないかと言ってきたり、日本野鳥の会が数えたら307人だったとか、でどうぞ日本野鳥の会の公式ホームページで、私たちは数えに行ってませんと言ってたんですけども、もうこういったことがですね、わーって広まるわけですよ。なんと私の事務所に、毎日新聞の記者から電話がかかってきて、本当に1万5000人なんですか、500人っていう報道が多いですよって言ったんですよ。いや、お宅の記者も来てるでしょって言って、いや、見てください、紙面をと。500人に見えますか、今日の新聞見て、500人に見えますかって言ったら、見えませんって言うんですよ。見えないのに、私のところに電話して、本当に1万5000人ですかって言ってくるんです。これが今の恐ろしいところなんですね。短期間に大量にうわーってデマを言うことによって、目に見えてるものは明らかに違くてもどうなんだろうって思ってしまう。これが本当にデマの恐ろしいことかなと思いました。また国葬の近づくにつれ、もう私は相当殺害予告を出されていたんですね。もう本当にひどい殺害予告がめちゃくちゃ来てたんですけれども、もうそれでも怯えない、ビビらないみたいなのが分かったら、何をするかといったら、国葬の前夜何が起きたかというと、ツイッターのトレンドっていう欄なんですけど、そこにですね、菱山容疑者って載ってたんですね。どういうことかというと、葬式妨害罪、そんな罪あったかって話なんですが、葬式妨害罪で、菱山の方が当日、黙祷の時間に合わせてシュプレイコールするだろうから、現行犯逮捕されるって言うんですよ。で、みんなその現行犯逮捕されるかもしれないから、当日は決して国会周辺に近づいちゃいけないっていうですね、そういった注意勧告がね、大量に流れたんですね。私これ統一教会の信者の仕業なんじゃないかと思うぐらいなんですけれども、明らかに言ってることと同じなんですよ。反響も言ってることは反響ですし、同じようなことを言っているので、まあ、それ一つ一つの信仰の一つとしてこういったデマを流してるんじゃないかなっていうふうに思いました。でもまあこの私が今デマと恐ろしい感じしましたけれども、やはりデマと戦争っていうのは手を携えてやっていきますよね。戦争だって六国五共事件もそうですし、イラク戦争の時だってイラクに大量破壊兵器があるって嘘をついて、それで戦争始めたわけじゃないですか。戦争が始まる時は必ずデマが飛び交うわけですね。ナチスもそうですし、今回のウクライナのこともそうですけれども、だから私たちはこういったデマにも踊らせない冷静な判断と歴史をしっかり学んでいくということがとっても大事だ。しかしこの歴史を学ぶにも教科書がすごい改ざんされてきて、安倍政権のせいでもうこのそんなことになってますけれども、いま一度私たちはデマや嘘というものがどれだけ未来に影響を及ぼすのか、どれだけ命と暮らしを脅かすものなのかということを考え直さなければならないなというふうに私つくづく思いました。時間がもう15分過ぎましたか。まだ大丈夫ですか。あと何分ぐらいですか。5分ぐらい。今日ですね、そういったことで、デマを流しているということなんですけれども、北朝鮮 そのミサイル問題もそうですね、デマとは言いませんけれども、でもなんかもう日本の海域に落ちたみたいなことで言いますけど、なんか3000キロメートルも離れてるんですよね。3000キロメートルでどんだけ距離なんだろうと思って調べてみたら、ちなみに2000キロメートルが知床岬から種子島宇宙センターの距離なんですよ。これが2000キロメートルですよ。3000キロメートルどんだけですかと。そんなことでやや騒ぐんだな。私は八王子に住んでるんで、横田基地が近くて、もう毎日夜10時にオスプレイ飛んでるんですよ。本当にうるさいんですよ。そっちの方鳴らしてくれよ、J アラートを。
もうすぐ大きくできますよって落ちるかもしれないわけですから、それなにもかかわらずもうとっくに日本の上空を過ぎた後にヘルメットをまぶってあの NHK の人が地下に戻ってくださいもう大きくあるんですよ、ヘルメットで地下に逃げてくださいって何しちゃうんですけども、まあ、こういうねあのことをやるっていうのは恥ずかしいですよね。Jアラートが始まった時はやっぱり2017年の安倍さんの盛りかけ疑惑、この時にあいた J アラート鳴らしまくって国難特化さんが遅くいてですね、それで大勝ちしたわけですよ。麻生さんなんて正直もんだから北朝鮮の国の方も2017年の選挙まで言ってるわけですよね。特に日本海側ではそれを強く感じたとか言っちゃってるわけですよ、まあ、こうやってすっごいこう利用してきているので、やっぱりそこを私たち学ばなきゃいけないなと思います。ちなみに私の地元の八王子では2017年の J アラートブームの時に J アラートが鳴るたびにあの町内会がバケツリレーをしたんですね。バケツリレーで行く際で上手でなかったんですけども、もう国民はもう頭がもうそこで止まっちゃってるんですね。本当にもう悲しいんですけれども、今日もですね、まあ、憲法審査会が開かれました。もう今こんだけ統一教会のことやってるんだから、もうまあ、それどころじゃないでしょうと思うんですけれども、まあ、憲法審査会がですね、本当に嫌なんですけど開かれてしまいましたね。で、私も今日は傍聴に朝早くですね、行ってきました。まあ、本当にとんでもないですね。なんでかというと、まず統一教会のことを議論しようやと、まあ、この国会の憲法審査会を開くんだったらば、統一教会の話をね、しましょうと立憲民主党が、まあ、幹事飛んでですね、話をしたところ、自民党は拒否したんですね。嫌だと。信じられないですよね。で、何のために開いてるんですかって話なんですけれども、もう自分たちの統一教会の方からしたいがために、まあ、こう嫌だと。で、また今日違う話をしていました。まあ、本当に驚いたのは、岡山から出ている自民党の山下っていうですね、自民党の議員がですね、今日は緊急事態条項の話を過ごしてたんですね。緊急事態条項っていうのは、すっごく役に立つんだと。何で一番役に立ったかと言ったら、関東大震災にも役に立ったんだ。いつの時代だよと思って、今日ずっと関東大震災で緊急事態条項がどれだけ役に立ったかって話をずっとしてたんですね。時代の話してるわけですよ。100年前の時代の話なんて全く役に立たないわけですよね。その頃まだ戦争もね、始まってもないし、その時の憲法だって全然違う憲法だったわけですから、それなのにもかかわらずあの時にすぐに国会を開けたと。それからもこれ緊急事態条項があったからなんだと。今回の日本のこのコロナ災害、コロナ被害でいろんな法律ができましたけれども、それを作ったのも国会が開けたからですよと。国会を開かないと、こういったいい法律もできないんですよって自民党の山下さんが言ってたんです。どう思いますか、皆さん。国会開かなかったら誰ですか。緊急事態条項がないから開けなかったんだって言ってるんですよ。そう、どうも私もう激しいですけど、本当に悔しくて、もう傍聴席からまだ飛びかかれたわけなんですけども、そんなことじゃね、大抵になって考えちゃうんでね、できないんですが、もう、何を言ってるんですかと思うくらいに、東京オリンピックの超大変な時でさえ、医療崩壊が起きて、めちゃくちゃ大変だった時も、国会開かなかったわけですよね。開かないでそのまま解散で選挙に突入したわけじゃないですか。今回のことだって、ものすごい感染者が出ているにもかかわらず、もう国葬のことは決めても、その後全然国会開かなかったわけですね。今回の7月から8月にかけては、ものすごい感染爆発で。それなのにもかかわらず、何を言ってるんだろうかと。緊急事態条項があれば、そういった国会閉会中でも国会開くことができるんですよ。だから必要なんですと言っていて、もうどうしようもない。こういうところで憲法が決まっていくんですね。恐ろしいです。でも今回参議院選挙で、とっても残念なことに3分の2私たち取られてしまいましたので、ね、じゃあどうするかって話なんですよ。でもここで参議院選挙終わった直後に、何人かから国民投票で頑張るしかないですね、声を聞かれたんですけど、もう絶対ダメです。もう国民投票法がですね、私たちにめちゃくちゃ不利な法律になってますから、 100% 負けますからね。だってこの前の玉川さんって電通のことにちょっと言っただけで首飛ばされてるわけですよ。その電通ががっちりと CM アップに似てる、そんなところに私たちの CM なんか入れさせてもらえるはずがないわけですね。どんなにお金を積んでもお金もないし、だからこの同じ土俵に乗っちゃいけないと思うので、まずは会計活
まあ、黄金の3年間って言われてますけど、多分暗黒の3年間ですね、岸田さんにとっては。暗黒の3年間のスタートですけれども、それを続けさせるのも、やはり私たちが会計発揮したら、もう終わると。もう会計発揮して、国民投票やったら負けてしまうと。そういうような雰囲気を3年間は持続させなければならないということなんです。850億円かけて、国民投票やって負けたら、もう革命が起きますからね。50年間は憲法を触れられないような状態になります。そういった状態をどう作るかといったら、これからお話ししたいと思いますけれども、統一教会のことですとか、これ今私、超いいものを手にしてるんで、カード。統一教会というね、カードが。よく私たちのことをね、あの、日教組、日教組とか、共産党、共産党とか、安倍さんにやじってましたけど、これからは統一教会、統一教会の時代ですよ。これから統一教会のことをしっかりと追求していくという、こんな彼のところに応援してもらって、金もらって、犠牲者がたくさん出ているんだ。おかしいでしょっていうことを、あの、騒ぎ散らしていくことが、ですね、あの、会見を阻止する、まあ、一番近道なのかなというふうに思っています。3年間は、まあ、こういったことでですね、皆さんとね、頑張っていきたいなと思います。つまり、ですね、皆さん、3年間は元気で頑張らなきゃいけないということですからね、あなたは3年間元気で楽しく運動を頑張っていきたいなと思います。はい、どうもありがとうございます。はい、今日は元気なお話ありがとうございました。では、続きまして、前川喜平さんの議員講演、旧統一教会と日本の政治についてをお願いいたします。前川喜平さんは、核弾頭をめぐる文書について、あったことをなかったことにはできないと述べ、安倍政権に立ち向かいました。統一教会の問題でも、名称変更問題で証言をされています。現在、現代教育行政研究会代表として、福島市と厚木市で自主夜間中学のスタッフも務めてご活躍をされています。それでは前川さん、よろしくお願いいたします。
鈴木エイトさんの本を買ってやってました。鈴木エイトさんっていうジャーナリストがいたっていうのは、これ日本のこのジャーナリズムにとって非常にこれ貴重なことだったと思います。20年以上にわたってこの統一教会を一生懸命一人追いかけてきた、この統一教会と政治家との関係ってものをずっと追いかけてきて、でも密着取材してはこのなんか邪険にされ警察も呼ばれたりしてですね、それでもめげずに頑張って取材を続けてきたっていう、こういうジャーナリストがいたっていうのは私は日本にとって宝だと思います。あの人がいなかったら今 の新聞や雑誌やテレビの報道もできていなかったと思いますね。だけどこの20年間彼の書いた記事はほとんど売れなかったんだと思いますよ。だから原稿料も本当に少なかったんだろうと思うんですよね。でそのまあおそらく かなり経済的には厳しい生活を強いられていたんではないかと思うんですけれども、それでも言えずに統一教会を追いかけてきた、その政治との関係を追いかけてきたと、それは本当に立派なことだと思うんでですね、今はね、いっぱいあるじゃないですか、鈴木エイトさん。これまで稼げなかった分も、今年1年で稼いでもらったらいいと思うんですよ。だから私も鈴木エイトさんの本も先に買いました。皆さんも懐に余裕があったらね、買ってあげてください。ああいう人の仕事は立派だと思います。だから今日のテーマについてはですね、私の話を聞くよりも鈴木エイトさんの方がいいなと。ただこれまで分かってきたことは、長い歴史の中で、統一教会と自民党との関係が形成されてきたということなんですけれども、しかしどうも2000年代に入ったあたりからですね、この急速にこの関係が強まったんじゃないかという、そんな気がいたします。鈴木エイトさんの本を読んでてそう思うんですけれども、じゃあどういう関係かというと、それはもういろいろ報道されているように、いろいろと、統一教会側がこれだと思った政治家に狙い定めて、もうとことん協力するわけですよね。秘書を養成して送り込むとか、選挙で運動員を送り込む、運動員が献身的に無償で働く、電話かけとかポスター貼りとか、あるいは選挙カーの運輸所とか運転手とか、こういうことを一生懸命やると。そして、その統一教会の信者さんたちの組織業というものを特定の政治家のためにその動員すると。その多くの例えばその統一その大きな教団ですね、例えば創価学会とか立正後世会とか、そういった大きな教団に比べれば信者の数は少ない、せいぜい10万人ぐらいだと言われてますけれども、それでもピンポイントで落ちそうな人にこのところに当落線上のちょっと当落線を下にいるような、そういう人を狙っていくわけですね。いや、あんた方のおかげで当選できたと、そういう気持ちにさせることができるわけですよね。私はその典型は2009年 の東京11区板橋区の選挙じゃないかと思うんですよね。2009年っていうのは政権交代があった時の、自民党から民主党に変わった時の選挙ですけども、その時かろうじて当選した自民党の国会議員、東京11区、これは誰だろう、下村博文先生でいらっしゃいますけどもですね、この下村博文さんの対抗だったのは統一教会の不具大天の敵である有田芳生さんですよね。でそのもう お互いに10万票以上取ったわけですけども、その票差は3474票、本当にもう僅差ですよね。だからこれは統一教会の票のおかげで、下村さんが当選できたと考えてもおかしくないわけですよ。統一教会はこの信者さんたちが下村さんのために一生懸命運動したと、こういうことはもうこれこの前のご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、この前の土曜日の、ね、報道特集で、報道してましたよね。その実際にその運動したっていう信者さん、元信者さんが出てきて、有田芳生さんを中傷するビラをポスティングして回ったっていうことをおっしゃってました。そういうその統一教会の支援を得たからこそ、あの時の選挙で下村博文さん当選したんだと思いますね。
そうなると、もしそうだとすると、下村さんは統一教会に足向けて出られないですよね。もう統一教会様々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 でもこういうそのもう選挙で恩義を感じている政治家はたくさんいるわけですよね。もう今国会議員やってる政治家の中のかなりの部分は国会議員やってること自体が政治活動の目的になっていると。とのことが選挙に勝って国会議員という身分をつないでいくこと自体が目的化していると、そういう人たちがものすごく多いわけですよね。それは家業ですから、この仕事がなくなったらもう失業するわけですから、そうやって国会議員を家業としてそれをつないでいくために選挙で勝つってことが何よりも大事っていう、そういう政治家がものすごく多い。でそういう政治家にはとってみれば統一教会の協力っていうのはものすごく貴重なものだと思うんですね。でそうやって、個々の信者さんたちは無償の行為でしょうけれども、統一教会にしてみれば有償の行為、これは代償を求めているわけですね。これだけ協力するんだから、見返りがあるはずだ。その見返りは何だったのかと、それももちろん広告等にある、イベントの挨拶をするとか、あるいは雑誌の表紙を飾るとか、こういう形で広告等になるというのは当然、期待されていたでしょう。でさらにしかしそれに限らずですね、その統一教会のためにいろいろと便宜を図るということをやったんだと思います。でその便宜 の中でも、一番分かりやすいのが名称変更の認証だと思います。これは下村博文さんが文部科学大臣の時に認証してしまったわけですね。統一教会が名称を変更したいという話は、私が文化庁宗務課長をやっていた97年当時にすでにあったわけです。1997年、私は1997年から98年まで、文部省の文化庁宗務課長をやってましたけども、でその時は断ったわけですね。だってあなた方はずっと統一教会の名前でやってきたし、統一教会の名前で社会的に認知されているし、統一教会の名前で、正確には世界キリスト教統一神霊協会ですけども、その世界キリスト教統一神霊協会という名前で訴訟を巻いて方にもなってるじゃないですか。その名指しされて訴訟を起こされてるでしょうと、その名前会社っていいんですか。それはあなた方自分たちのアイデンティティ、社会的なアイデンティティがあるんだから、その実態を踏まえれば名前変えられませんということで、申請されても認証はできないと思いますよって言って、だからお引き取りくださいと言って引き取ってもらったり、こういう経緯だったわけですけれども、その後もずっとそういった対応は18年間続いていたんですけれども、2015年になって突然、名称変更を認証してしまったわけですね。その時私は文部科学省で、宗務課長だった18年前よりだいぶ出世してましてですね、事務次官一つ手前の文部科学事務次官っていう、文部科学審議官っていうポストにおりました。事務方のナンバー2なんです。2015年の私のポストっていうのは事務次官に次ぐポストであって、文部科学審議官というポストです。文部科学省全体で言えばナンバーワンは文部科学大臣ですから、そこから数えればナンバースリーですね。副大臣っていうのはいるんだけど、もうちょいみたいなんですから大臣、事務次官、文部科学審議官と、だから私はその3番目の文部科学審議官だったんです。でこの名称変更に関しては私しっかり覚えているのは、この宗務課長、当時の宗務課長が私のところまで、説明に来たんですよね。この申請が出たので名称変更の認証しますと言うから、いやそれは認証すべきではないと、これまで認証しないという考え方で来たではないかということを言ったわけですけども、だから私は反対したんですけども、しかし最終的にこれは認証されてしまったわけです。ですからナンバー3の私は反対したけれども、その結果はひっくり返ったわけですから、ナンバー1とナンバー2で決めたってことなんですよね。私は狙い人が決めなければ私がなるっていうことはひっくり返らないわけであってですね、でそれはもうナンバー1だったら下村博文さんの意向が働いたに決まっている。なぜならばその役人というのは前例を踏襲するものであってですね、これまでずっと断ってきたものは断り続けるんです。だから困るんですけどね、いろんなことも。だけどそれはいい面もあるんですよ、その安定性っていうことでですね、継続性安定性っていうのは。
これはそれをひっくり返した。それをひっくり返したというのは、これは役人だけではできないことであって、政治の力が働いているわけです。悪い意味で。じゃあその政治の力を働かせたのは誰だったのか。まあ、これはもう文部科学省の中では、下村さんしか考えられないわけですよね。で、下村さんは最初のうち、私は関わっていないと決めたのは、文化部長だとかって言ってたんですけどね。これは有田芳生さんという方が、2015年の時点ですでに、文化庁に問い合わせをしていて、これはじゃあ大臣まで説明したのかって聞いてるんですね。そしたら、ね、大臣まで説明してありますって答えているということが分かってしまって、それで下村さんは、いや実は知っていたということを後からその後追いで説明せざるを得なかったわけですね。知ってはいたけれども指示はしていないってことですね。申請が出る前に報告があった、それから認証する前にも報告があった、2回報告を受けているって言うんですけども、それは報告を受けただけであって何も指示していない、そんなことはないんですよ。どんな組織でもですね、社長のところにそのなんか案件を挙げるときにね、いやこういうお手紙が来ましたっていうことを説明する、それからこのお手紙にはこういう対応しますっていう、そういうまた説明をするというときに、それは社長の指示を仰いでるわけですよ、部下は。そんなどんな組織でもそうですよ。こういうことがありました、こういうことがありました、こうしようと思いますということに、大臣の一番トップに挙げるということは、もうそれでいいですねという確認をする、そうじゃないんだったらそうじゃないって言ってくれるという話ですからね。これはもうこの認証、この名称変更の認証について、法的にも政治的にも道義的にも責任があるのは、これは間違いなく下村博、当時の文部科学大臣なんですよね。それをもうなんか知らず存ぜで済ませようとしたっていう、まあ、そういうまあ卑怯な部分があるわけですよね。まあそういうふうに、まあ、統一教会からいろいろと恩を売られている、その恩は返さなきゃならないということが起こるわけですよね。この名称変更は明らかにそういうケースだと思います。でこの統一教会が自民党から、自民党の政治家から見返りとして求めていたものは他にもあると思います。この名称変更はもう非常に分かりやすい、何かをしたっていうことでよく分かるように見えるんですけども、何かをしなかったっていうのは分かりにくいですよね。統一教会のために何か本来をすべきであることをしなかったと、じゃあそれは何なんだと、一つは警察が抑えられていないんじゃないかという疑いが濃厚にあるわけです。本来この警察が入って立件すべき、摘発すべき犯罪があったんじゃないかと、詐欺で、捕まえるべき 人が教団の幹部の中にいたんじゃないかと、こういう疑いがあるわけですけれども、そういう刑事事件で教団幹部が捕まるなんてことはずっとなかったわけです。なかったからわからない、もうないことは報道もされませんから、なんか例えば大晦日に今年も統一教会の幹部は誰も逮捕されませんでしたって、そんなニュースは流さないわけですから、そのつまりないことはニュースにならないですからね。だから何もその問題なかったかのように思うけれども、しかし本来は捕まるべき人は捕まってなかったんじゃないかっていう疑いがあるわけ でそのことは警察が政治によって抑え込まれていて動かなかったんじゃないかと、そういう疑いがあります。私自身は直接誰からも聞いてないんですけれども、この今名前を挙げた有田芳生さんっていう人は警察幹部からそういう話を聞いてると、このオウム真理教の次には統一教会だと言っていたのに動かなかったですねって言ったら、いやそれは政治の力だよって言われたと。あるいはもう一人私の信頼しているジャーナリストで青木治さんという人がいますけど、この青木治さんも別のルートから警察が統一教会に踏み込まなかったのは政治の力で抑えられなかったと、こういう情報を得ているということですから、まあ、私が信頼するその2人のジャーナリストがそういうことを言っているということは、私はこれは間違いないだと思っております。つまり政治の力で本来これは警察が捕まえるべきだった人間が捕まってないじゃないかと。これはね、例えば伊藤詩織さんの事件、山口紀之っていう人物が捕まらなかった、あの事件考えたって分かるんですよね。もう今の警察っていうのはもう官邸権力の犬ですからね。もう私はもうそういう政治権力にもう行使するような警察って全く信用してないんですよ。警察をどれだけ民主的にコントロールするかっていうのは、これからの我々の本当に一つの大きな課題だと思ってます。まあ、いずれにしても警察が統一教会によって抑え込まれたんじゃないか、こういう疑いがある。もう一つはやっぱり解散命令請求なんですね。この解散命令請求が出ないように、統一教会が政治家に働きかけていたんではないかと、こ
この疑いは、まあ、濃厚にございます。第2次安倍政権で文部科学大臣やった人は一人を除いて全員安倍派なんですよね。清和会なんですよ。下村博文さんをはじめとしてずっと、あの唯一の例外は今外務大臣やってる林芳正さん。この人が加計学園問題の後始末の時に文部科学大臣させられたんですよね。これはものすごく、まあ、あの安倍さんは本当に、まあ、そこ意地悪い人じゃないかと思ってる人って言うんですけど、自分が引き起こした問題の尻拭いを自分の山口県で の政敵である林芳正さんにやらせたっていうことなんですけどね。まあ、いずれにしてもこの林芳正さん以外は全員第1次安倍政権の文部科学大臣は安倍派、当時の細田派なんですよね。だからこの政和会細田派の文部科学大臣がいる限りは決して解散命令の請求になることはないと、これはもう統一教会にしてみれば安心したいと思います。で、今それがひっくり返しまっていると、岸田さんがどこまで本当に腹が決まっているとか非常に危ういところがあるんですよ。岸田さんの国会答弁記述がコロコロ変わってますんでですね、本気で解散命令の請求までするのかというところはいまいちまだ私は確信を持てない。しかし客観的に見るとですね、もうこれはもう動き始めてる、もう完全にもう解散命令を請求しなければならないところ、ならない方向にもう止まらない動きが始まってます。質問権の行使、宗教法人法に基づく質問権の行使をすると岸田さんが言ったのが10月17日の衆議院の参議院会ですけれども、おそらく岸田さんは質問権の行使ということの意味がよく分かってなかったと思います。2つの意味では分かってない。1つはこの質問権の極めて弱い権限、この権限を行使しても何も分からないということです。もう1つはこの権限を発動するためには極めて厳しい要件、厳しい条件が必要なの。その厳しい条件は何かというとですね、これは統一教会 の中に、統一教会のこれまでの過去の行為の中に解散命令を出すべき理由に当たる行為がある、その疑いがあるということを認めるということなんです。これ解散命令の自由に該当する疑いがあるときにしか質問できないんですから。つまり質問するということはイコール政府として統一教会を解散命令出す理由がある、疑いがあると認めているということなんです。でその例として民事裁判の判決などを岸田さんは挙げたわけですよね。だからもう民事裁判 の判決ってのはもう30件近くあるわけであって、もうそれらの判決を根拠にして解散命令の請求は今すぐにでもことはできるんです。で質問なんてことをやっている必要は本当はないです。でそもそも質問なんかしたってですね、全部答えませんって言ってもそれ済んじゃうわけです。ゼロ回答でもですね、ゼロ回答の場合には10万円の過料、過ち料って言うんですけど、これは刑事罰ではなくて行政罰、10万円を統一教会払えば何にも答えませんって言ってもですね、あとは何にも求めないわけです。だからこの質問権というのは極めて弱い権限、これで新しい事実が分かるわけがない。ところが岸田さんなんて言ってるかというと、これまでの判決だけでは不十分で、この質問権を行使することによって新しい事実を確認した上で解散命令を出すのを請求するかどうかを考えると、こういう言い方をし始めてるんですけども、この質問権の行使で新しいものは絶対見つからないです。こんな弱い権限ではですね、何も見つからない。この権限の根拠情報を作った時の立法チームの中に私はいたんですから。私はこの法案を作った時の担当者の一人なんです。でこの宗教法人法の質問権の条文は極めて弱い権利になったら初めから分かってるんです。これはもう本当に実は分からないなんだと。だからこの論理に惑わされちゃいけない。この質問権を行使することによって新しいことが分かるはずだから、それを根拠にしてこれまでに分かっていることにプラスすることによってやっとその解散命令の請求ができるんですという、こういう理屈にしようとしています。で結果として質問権を行使したけれども、いや結局なかなか新しいことが分かりませんでした、おしまいだと。でそれをずるずるずるっと引っ張ってですね、あと1年後くらい、あるいは2年後くらいまで引っ張ってですね、結局うやむやにしてしまうと、こういう危険性があるわけです。しかし客観的にはもう解散命令を請求しなければおかしいところまで来ている。で国民の世論が許さない。だから我々もですね、これもうこの解散命令はもうとにかくちゃんと請求するように岸田政権を追い立てていくということだと思います。で、あとはその
岸田さんの岸田内閣を倒して、でじゃあ次誰とまあそれは自民党の中では総裁選やって誰かが出てくるでしょう。国政選挙はないわけですから、まあそしたらその次々の人をですね、それは慣れてやるんですよ。その場合によっては菅義偉の2番選手かもしれないし、あるいは河野太郎さんかもしれませんし、高市早苗さんがまた出てくるかもしれませんけど、その時はその時でまた石山さんが戦うでしょうか私も一緒に戦うと。でそうやってとにかくこのもう自民党の体質は統一教会との関係にもう如実に暴れていると、こういう自民党に任せたらままでいいのかっていうんですね、自民党の政府ってものを倒していくんだと、そういう運動につなげていくってことじゃないかと思ってます。ちょっと時間超過したみたいです。私の話はここで終わらせてもらいます。前川さん、ありがとうございました。それではご覧のようにお二人に縦横無尽に日本の政治を市民の手に取り戻すためにというテーマで語っていただきたいと思います。それでは前川さん、石山さん、よろしくお願いいたします。5年前だったらそれありえないんですよ。この人日の丸って反対って言ったわけですよ
思ったのは、小学校5年生の時から日の丸書き入れ用に反対してたと。卒業式の練習で、学校までも君が歌うことに、反対して立たなかったっ、ね、これはあのこれね、文部科学省を認めてるんですよ。あの文部科学省は教職員があの 国家を歌うよう指導するのはこれは所属であり法律上の義務なんだと言ってるけれども、児童生徒が歌うか歌わないかはこれは内心の問題だと。それは強制できないと言ってるんですよ。だからあの石山さんの行動は完全に合憲なんです。あ、文科省から見てもですよ。文科省から見ても合憲なんです。で、私は主観的にはあのこれをあの教職員に強いるのはやはりあの私は思想良心の自由を犯すものだと、だから違憲だと思ってます。あの国葬だってそういう違憲性が強かったと思うんですけど、ただあの最高裁の判決は違憲だと言ってくれないんですよね。だからあの、まあ、文科省はそれを強いにして、いやあの国旗効果を指導するのは教職員の法的義務だって言って、まあ、あのやってるんですけど、まあ、私自身はあのそもそも入学式の効果とか卒業式にも結構国家もいらないと言ってるわけです。まあ、あのいらないですよね。で実際私学ではたくさんそうそうやってないのがたくさんあるわけで、バンコやってなかったでしょ。やってないですね。なんで何も考えなかったし、だからあの私はその、まあ、この石山さんって人はあっぱれだなで、こういう人を育てるのが本来の教育の使命だと思います。残念ながら今逆の声を聞いてて、で石山さんと同じようなあの年代の若い先生たちがたくさんいるんですけど、若い先生の中にはですね、石山さんみたいな先生はあんまりないんですよ。非常に、まあ、悪い意味で従順、素直、もう上の人ということをよく聞く、言われたこと全部やるから指導があるみたいな、そういう若い先生が増えてきてしまっているような気がして、そこはものすごく心配ですけどね。まあ、私の話してもないですけど、そのじゃあ何の話しましょうかね。でも本当に教育ってすごい大事だなと思っていて、その前川さんがご覧になられた動画もあの元となっているのが、今私あの短調で本出してるんですけど、嵐の曲を少女って呼ばれているので、多分皆さん、ね、今話聞いただけではね、親が相当な活動家だったんじゃないかって思われると思うんですけど、全然そんなことなくて、まあ、逆に先生だったんですよね。学校の教師が、小学校の先生が、まあ、いろいろ人権の問題とか教えてくれたり、まあ、逆に反面教師だったりとかね、あのしたっていうことで、私がいろいろ影響を受けたんですよね。なんかいいも悪いも教師から影響を受けたので、親がっていうよりは、学校の先生、学校の教育だったんです。あれ、そう、でもその先生にも、そのいい先生と良くない先生いたわけでしょ。そうなんですよ。良くない先生に対してはこういうことみたいでした。そうです、そうです。あなたの授業は聞かないから、すごいですよね、本当に。小学校5年生でもそれもね、それも別に、憲法違反でも法律違反でもなくて、子どもは教育を受ける権利があるわけ、学校に行く義務があるわけじゃないんですよ。義務教育っていうけど、あれは子どもが学校に行くことが義務なんじゃないわけですよ。子どもはあくまでも権利者ですから、あなたの授業は聞かないっていうのは、実は子どもは言える。で、その、でもそれが言える子どもってそういないですよ。小学校の5年生の教師してたんですね、あの時には。5年生の時に、担任の教師が障害者差別発言をしたんですね。学級崩壊というのが起きて、で立ち寄り男子に対して学校の先生が、担任の先生がもう座れないならあなた座れない障害者なのか障害者学級に行きなさいって言ったんですね。でそこで横で聞いた私が、それは差別発言だって先生を糾弾して謝れと。でも謝らないって言うから、女子のクラスの女子あのクラスの女子半数を組織してですね、次の日もボイコットして、あのクラスを新しいクラスを作ったんですね、廊下に。で先生が謝らないように、私たちは教室に戻りませんって言って、授業を3ヶ月間ストップして100日間戦争とかやられてですね、そこで見方をしてくれた先生がやっぱり元のすごくいい先生で、ちょうどその頃後期国家法が通った次の年だったんですね。後期国家法1999年ですね。あの次の年で、まあ、そこからあの先生たちってのはすごく大変圧を受けて、物言えない教師が育てられるきっかけになってくるんですけれども、まあ、そこの最後のところの粘りで、結構歌わない先生とかもいたりとかしたんですね、いい意味で先生とか。そこで私は感化されて、着席行動して、えらい校長に怒られましたけども、社会って言ってやったんですね。
なので権利は行使してこそ生かされるってことですね。私はすごく若い時に学んで、そこからずっと運動家ってやってるんですけれども、それを見ていた親がもう巻き込まれて、親としてはびっくりですよね。まさかそんなことになると思わなかったから、それでも私のことを嵐を呼ぶ少女だとうちの父親が言って、それをネーミングにしたのが本だったり動画だったりしたんですね。ということで嵐を呼ぶ少女っていうのも全然33なんて少女じゃないんですけども、全国各地でいろいろ公園とか行くと、その日雨だったりするとみんなが嵐を呼ぶ来たから嵐を呼ぶなんだとか言われるんですけど、ね、そういう意味ではでも本当に教育ってすっごい大事だなって思っていて、さっきその統一教会ね話をされてる時も、名前を変更したりっていうのもそうですけれども、私の記憶ではカルトっていうものに対しては本当にあまりない。オウム真理教 の地下鉄サリン事件が起きた時、私は保育園だったんですよ。保育園生だったんですね。で本当にかすかに覚えてるのが、保育園の同じクラスの女の子が翔子ちゃんと子がいて、翔子ちゃんがいじめられたっていう、なんか翔子翔子と朝から翔子といて、いじめられたっていう記憶して、なんで翔子ちゃんがいじめられるんだろうみたいなイメージだったんですけれども、33の私が保育園の時にオウム真理教のことがかすかに記憶があるくらいなんですね。つまり私より下のお母さんを知らないってことなんですよね。なのでこんだけ20年ほど運動をやってますけど、私新運動にけれども原理系ってことを私初めて知ったんですよ。大学にそんなサークルがあるってことも知らなくて、それに反対する反原理研究サークルもあったってことも初めて知ったので、ということは恐ろしいことに、何々ボランティアだとか、なんかそんなことをゴミ拾いだとか言ったら騙されちゃうねと思ったんですけどね。だから教育って本当に怖い、メディアとか環境って本当に怖いなって思いました。まあでもね、そうなんですよ。だから私はひじゃまさんにかなり長く来ていたら、昔のことを知ってるわけですけど、いわゆる教育が30年って言われているように、報道されないと誰も、報道されないことはないものだと思い込んでしまうということがありますからね。これ大事だと思います。だからそういう、いや知らない、みんなが知らないことをこうちゃんと訴えていくっていう人がいるってことが大事だと思います。安保法制の時もだって、それはこれがもう憲法違反だし、これが戦争への道だと気がついている人たちが声を出したんだけど、結局なかなかそこにまだ思いが至らない人もたくさんいたわけですよね。私はあの時はまだ現役 の国家公務員だったわけで、しかし一市民、一国民としてはこの違憲立法を許せないと思ったら、国会専門前 のデモまで行って一回だけです、一回だけですよ。2015年の9月18日の夜だけ行ったんです。もうこれが最後のチャンスだと思って、もうその9月19日の2名が成立しちゃったわけです。もう最後のチャンスだと、ここでこの法案に対しては反対だと言いたいと思って、それで行ったんです。僕は生まれたこの方はデモって2回だったよね。1回はこの2015年の安保法制で、もう1回は国葬反対で新宿駅とかに行って一新したんです。それだけなんですけど、これ統一教会との関係でいうと、この安保法制に賛成するっていう若者を阻止した。ユナイト、ユナイトですね。はい、ユナイトっていうのが実はその統一教会の二世信者たちが導入されたものだったっていうのが、鈴木エイトさんのものがあるわけですね。で、実はそうやって彼らは世論を作り出す工作を散々していたんですよね。でも全然フォロワーとか増えてないにもかかわらず、そこにやっぱりそのいろんな国会議員に出たっていう菅原一秀さんなんかも導入された。完全に2世がやってたっていうのはユナイト東京っていうので、シールズのパクリみたいな、シールズの何みたいなのができてたんですけども、あれも今度統一教会2世がやっていたっていうので、私もあれ読んでて八王子にもすっごい頑張ってやってたんですよ。絶叫演説みたいな、この人ですね、若者なのにスーツとか着ちゃってね、何だったんだろうってずっと思ったんですけども、そうだったのかっていう鈴木エイトさんの本で分かったので、ぜひね。いやだからああやってこう本当に少数の人たちがこう世論と称するものを作り上げて、少なくとも一つの世論を対抗する世論、国論を二分するっていうけど、国葬については二分じゃなかったですよね。圧倒的多数は反対だったですよ。7対3ですよね。でそれを二分するっていうところまで持
50-50 のところまで持っていくぐらいのことが、ああいう小さい、まあ、集団、10万人ぐらいの団体でもできちゃうわけですよね。そうやって、しかもそれをこうまくこう利用してきたのが、今の政権与党じゃないかと思いますね。先ほど私が言ったデマですよね。その架空で、私のこととか、前川さんのこと、すごい攻撃してくる人ってほとんど匿名なんですよ。普通の誰がやってるんだろうって思うような人たち、脱皮問題もそうですけど、まだ未解決ですが、どういう人たちがそれで世論を動かしているのか。だから、リアルの戦いが私たちはこんなに多いのに、どうして世論はこうなのかって言ったら、やはり空中戦で、名もなきというか、一人が何個もアカウントを操作したりとか、そういう世論調査が、多分組織的に行われているんだと思うんですね。で、ところそこの統一教会っていうのが、ものすごく熱心にやっていたってことが、ツイッターだけじゃなくて、日本消費者庁が最近発表されたのが、全国の48都道府県すべてのところの消費者の相談窓口に、統一教会の人が来たっていうんですね、組織的に、同じ期間に。それで、なんか統一教会系のことで被害相談があったら、私たちに回せって言ってきたっていう。これが組織的に行われてたっていうふうに発表があったのを見て、やっぱりやってんだと思って、そう考えると今までのこととかも、いや、あれもこれもみんな、カリトがこうやってなんかこうやって操作してたんだなと思ったら、本当に恐ろしいと思いましたね。で、もう一つ厄介なのは、若い人たちはやっぱネットを見てるので、それが多数だと思い込んでしまうんですよね。だからなんで若い人たちは立ち上がらないんだとか言いますけれども、やっぱりそういったネットとか見てると、そういう風になってしまう。さっきのデマを信じてしまうのことのように。でさらに、今回のテレ朝での玉川徹さんが事実上の降板させられましたけど、ああいうのを見ると若い子たちは怖いって思うわけですよね。でなんか20日ネズミの実験でもありますけれども、20日ネズミがちょっと動くたびに電流を流しているうちに、だんだん20日ネズミは動くと電流が流されるから動かなくなるんですよね。動いたり声を上げたり立ち上がったり労働組合を経てすると大変なことになるっていう。でも静かに、とにかく老後のために頑張って暮らそうみたいなね、買いたいものもやりたいものも我慢して、老後のためにって、今の若い方たちは、老後のために生きてるんですよね。本当に、絶対に生きなきゃもらえないと思ってるので、老後のために生きてるんですよ。こんな人生でいいな、あなたっていう、もう前川さんのやらでですね、私がこうレールを降りてですね、私たちのところに来たら楽しいよっていうですね、まあ、そういうね、そういう受け皿の話はなんなきゃいけないんですけどね、私たちがつまんないので。やっぱりそういう流れにしちゃってるんだろうな、怒りを奪われてる、何で怒んないんだって言いますけど、もう怒り方も分からないし、怒る理由もないんですよね。で1989年もあるんですよ、崩壊の年と言われていて、ベルリンの壁崩壊、ソ連崩壊、あと天安門事件もありましたね。それでいろんなものが崩壊している時期で、こう世の中がバランスが変わってたんですよ。それで今まで若者の熱いエネルギーみたいなものが社会を変えようとかね、共産主義、社会主義なのか、はたまた資本主義なのかっていうような理念選択がガラッと変わってしまって、なんか生きにくいな、生きづらいな、そこから社会が悪いな、社会を変えようじゃなくて、なんか生きにくいな、生きづらいな、そこから自分が変わらなきゃいけないんだっていう、社会改革から自己改革が走っていくっていう、ミニズム、自己中心主義、こう、自分の中の世界が満たされればそれで完結するっていう、なんかなんでこんなモヤモヤするのか自分はいけないんだ、そういうところに1989年からガラッとできたのがやっぱり、オウム真理教とかそういった新興宗教だと思うんですね。これを信じたら自分は良くなるんじゃないかっていう、そこにさらに消費社会の過剰消費に結びついて、まあオタクとか ABB とかそうですけども、自分の日頃のモヤモヤに過剰消費をすることによってなんかすっきりしたような気持ちになる。100円均一とかも、なんか生活水準を下げれば下げたって、なんかこうお金を出せば、なんかほっとできるようなものってあるわけですよね。そういうところに、私はうまいこと、新興宗教で結びついたのかな、真面目な人ほどそういうところに行ってしまう。本当ならば、私たち労働組合とか、賃金とか、そういう受け皿にならなきゃいけないけれども、労働組合も1989年から、もう大難関ですよ。39年、年度お世話で、総協解体ですよね。それで連合と、全労連と全労協で3つに分かれてる。だから私たち知らないわけですよね。その総協の時代知らなくて、おじさんたちがもう昔陸軍今総協で言ったとか言われても知らないよみたいな。今じゃないし昔総協今連合だから
それを知らないですかね。もう今連合とかみんな知らないですかね。私の中では連合目みたいな連合ちゃいますけれども、でも今の若い子たち連合なんて知らないの。関東連合なんて知ってるけれども、もう連合なんて何それみたいな、ね、感じなんですよ。そのぐらいに労働組合でも身近じゃなくなってきてるから、戦ってる人たちが身近じゃないわけですよね。なんかたまにデモとかで遭遇すると、なんで怒ってんの怖いみたいなね、そういうふうに目で見られてるので、そっから立て直さないといけないですよね。先生もそうですけれども、私は一応保育士と教員、教職員免許の幼稚園の教員免許を持ってるんですけれども、私の学校で教職員の目指しいっぱいやってる子たくさんいたんですね。でこの前うちの地元の教師も組合に入ってる先生たちの調査でびっくりしたんですけれども、学校の先生が選挙に行かないんですね。行かないんじゃないんですよ、行っちゃいけないと思ってるんですよ。行ったら中立性から逸脱すると思ってるんですよ。選挙に行ったら誰か入れますからね、誰かに入れるから中立を、そりゃそんなことなら何もできないんじゃないかと思うんですけれども、そういう風になってしまっているんで、だから先ほど前川さんが言われたように、もう従順でもう中立でなきゃいけないみたいなね、そういった先生たちが子供たちに何を教えられるかって話ですよね。ここから変わらなきゃいけないと私は思っていて、その分岐点にいられた前川さんが今こうやって一緒にこういう交流して、自分の頭で考えるって人間の一番大事な部分、もう人間 の、その、まあ、人間相対って最低条件ですよ。自分の頭で考えるっていうのは、自分の頭で考えない人間っていうのは、それはもう精神的奴隷であってね、で、まあ、それは権力を握っている人たちがもうこの人々を精神的奴隷に貶めようとするわけですよ。でそれはもうメディアを通じてやったり、あるいは教育を通じてやったりするわけ で、そういう政権側の、まあ、狙いというのはかなり成功してしまっていると思います。長い間でやってきたことも結果としてね、それが非常に従順な学校の先生たち、まあ、つまり投票に行ってはいけないと思うようなところまで追い込まれていると。びっくりです。政治的中立性というのはもうこれ言ってみれば西の味方というか陰謀というかね、もう文部科学省の何かにつけて政治的中立性って言ってきたんですよ。だから教師は政治的中立者を守らなきゃいけないってことをずっと言って、その結果としてこう賢い市民が育つような教育が行われたことが、政治問題は極力避けるっていう、こういう雰囲気が学校で作られたと思うんですよね。本当は違うんですよ。この政治教育は大事なんであって、で政治教育はしなさいって話なんですよ。これはドイツにはゴイテルスバッハコンセンサスっていう政治教育のガイドラインがありますけど、ゴイテルスバッハコンセンサスでは、ゴイテルスバッハっていう町に当事者たちが学校の先生だとか研究者とかが集まって自分たちで作ったガイドライン、これは教師が自分の意見を言ってもいいって言ってるんですよ。自分の政治的見解を授業の中で、述べることは禁じられない。でしかしいろんな意見が論争がある、反対の意見があるということもちゃんと伝えなさい。その上で生徒自身に考えさせるってことが大事なんですと。こういう、これがゴイテルスバッハコンセンサスっていうもので、文部科学省が言っている政治教育についての物言いとはだいぶ違うんですよね。一番違うところは、教師は授業の中で自分の見解を述べてはならない、政治的な問題について自分の見解を述べてはならないというわけですよ。でそれはなぜかって言ったら、いや教師が右って言ったら生徒も右向くだろうと、教師が左って言ったら生徒も左向くだろうと、教師は生徒に対して強い影響力を持っているから、その影響力 を及ぼしてこう右向かしたり左向かしたりしてはならないから、だから教師は右とも左とも言っちゃいけないんだと、そういう考え方なんですよね。でそれは根本的に間違っている。それは何が間違っているかって言ったら、右向けって言ったら右向く、左向けって言ったら左向くような生徒を育ててはいけないわけですよ。見向けって言われても左に行くっていう、こういう人でこの人を育てなきゃいけないわけだって。だから教師が、実はね、僕町田の前、和光中学校に生まれてたんですよ。あ、そうなんですね。もう1年以上前、もうコロナの前かな、和光中学校に生まれていてね、それで何年か好きな話してくれておいて、で中学校3年生の前で話してたら、もうね、色々と
とりどりの服装でね、ピアスしてる子もいるし、髪染めてる子もいるし、そうです、それで、辺野古の基地の話はね、なんでなぜか辺野古の基地の話になって、うん、あれは作る必要、作るべきじゃないっていう話をしてたわけで、しかも、技術的に作れないっていう考え方の話もあるし、とかっていう話してて、でもこれは、賛否両論があるんだから、その賛成、賛成の反対なんてものをちゃんと、学んで、自分の考えを決めるところが大事なんだって話してたら、その後、手を挙げた子がいてね、男の子で、僕は辺野古の基地は必要だと思うっていうのでね、ほとんどの子はあんなもんだめだって、つまり、彼は同調圧力に負けてないもん。もうその、和子だからね、もうほとんどの子は、まあ、意識高いんですよ、だから、辺野古の問題もよく知っていて、で、辺野古の基地は作るべきじゃないと。いう意見を持っている子が非常に多い、圧倒的に多い。なんかね、いや、辺野古の基地は必要だ、日本その沖縄に海兵隊が必要だ、それは抑止力として必要なんだっていう主張をするわけ。で、僕は気に入らない人がいるってことは大事なんだって話で、そこでその意見の違う者同士が議論するってことが大事なんだっていう。だから僕は感動しましたね。その和光中学の中学で、この人は和光で、嵐を呼ぶ少女と呼ばれているのが分かるんですけど、金で自由を買ったって言ってるんですね。公立で戦ったので、日の丸組合とも。それで、私はその日の丸組合をもう制服のないような学校に行きたいって言うんで、中学受験を目指したんですね。その時親は、いや何言ってんだって、うちはそんな金もないしね、公立で頑張れって、私服で公立行けみたいなことを言われたんですよ。その時私は嫌だって言って、金で自由を買うんだって言って、無理を言って、私立に入ったんですね。そこは和光中学校高校でいて、和光学園って言って、かなりリベラルな、かなり自由なんですね、校服のところなんですけど、そこに、前川さん、その前、公園に行ったという、打ち出しの時代にもいたんですよ、この前。もうほとんどがそういったね、沖縄基地反対とか、その辺は組合女性おかしいっていう子たちだったんですけど、そんなに何人か、特に一人、もう絶対に突っかかってくる男の子がいて、私たちはその子のことを全然違う名前だったんですけど、あいつは小林義則だと言って、勝手に義則ってあだ名をつけてたんですね。で、わざわざ私たちがそのディベートをする練習のために、ちょっとディベートを練習するために義則を呼ぼうとして、義則に連れてきて、義則にディベートのその論破の練習をしたので、ひろゆきなんて何だったって思ってますね。あんなの論破じゃないよ。私たちは吉典を相手にですね、いつも論破の練習をしていたので、そういうですね、学校で何も先生はその吉典に対してね、その変な考え方をやろうとか言われたこともないし、むしろ吉典をとても重宝して、でも私の周りの同級生もみんな彼の名前を覚えてない。小林吉典だと思って。まあでも正面からね、その論争する、議論するっていうのは大事なことだと思うんですよね。まあ、私の最近の話では吉野じゃなくてひろゆきの話だと思って、不愉快でね、こう自分たちの切実な思いをこう行動で表している人たちに向かって非常にこう嘲笑的な冷笑的なこの言葉を投げかけて、なんかデモなんかしたって世の中変わらないよみたいなね、いやデモでも変わるぞ、実際変わりますよ。例えば警察庁法の改正を止めたのはやっぱり、ね、市民の声ですよね。だからやっぱり声を上げればそれだけの効果はあるわけであって、デモなんかしたって何も変わらないなんて、そんなこと言ってたら結局その人間みんな奴隷にされてしまいますよって話。本当にその霊障主義っていうのが、まあデモもそうなんですけど、霊障主義ってすっごい起こってて、頑張ることが難しいとか怒ったり、自分がなんか自分の意見を言うことに対してなんか自信がないのか分からないけれども、ものすごくねじくれたなんていうか劣等感みたいな。そのひろゆきさんっていうね、2チャンネルとかそういったですね、まあ誹謗中傷の言論空間みたいな、匿名性の暴力言論空間みたいなのを作った張本人なんですね。その彼が最近ちょろ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 テレビに出てきてですね、この前とうとう辺野古の基地のゲート前に行って、山城宏さんに暴行を働いたり、こんなね誰もいないじゃないか、座り込みしてない時間にわざわざ行って、誰もいないじゃないか、嘘つき、座り込みじゃないじゃないかとか言って、でその座り込みの人が来た時間にも行ったんですけど、その時に全然いなかったじゃないか、座り込みじゃない、座り込みの定義を言ってみろとか、まあ、あげる人いたんですね。それをですね、本人は論破だと思ってるんですけれども、こんなの論破じゃないんですね。私の周りにいっぱいいますよ、そのなんかドイツ料理とか
マルクスのいろんなことをしているおじさんたちがね、こういう人たちにあの理論で発するってされることを、ね、されたことがないから、揚げ足取りみたいなことを言って、それで、なんかみたいなことを言って、それに対して若い子たちが分かりやすいから、え、そうじゃん、誰もいないのに、座り込みとか言って、3000日とか言って、嘘だ、嘘だみたいな、何もしてない安全な場所から、冷ややかな燃焼主義でこう見ていることが、かっこいいっていうような風潮がすごく恐ろしいし、これもやっぱ労働組合にもすごくあって、労働組合に入ってみんなで団結させてみて、今やって頑張ろうとかいうよりも、自分だって低賃金労働者ですっごい辛い思いしてるはずなのにもかかわらず、なぜか気持ちは経営者目線ですけどね、経営者マインド、時給1000円ぐらいしか回ってないのに、経営マインド、経営者マインドで、経営者になるとか言っちゃって、いやいや、まだ時給1000円ぐらいでしょと思うのに、まあ、そういうことを言ってしまうのは何でなのかっていう、あそこは戦わ、そのなんていうか、戦ったって意味ないよねとか、それから私たちゆとり世代なんですけど、悟り世代って言われてて、え、なんかそれは意味あるのとか、やりもしないうちからもう結果を求めてしまう、想像力が奪われちゃってると思うんですよね。だけど、私たちも私たちで、やっぱり私たち戦ってきて勝ち取った、2015年だって負けた負けたって言ってるかもしれないけれども勝ってるんですよ。野党共闘を手に入れたのはあの戦いがあったからですし、それにこんだけなんとか踏ん張ってね、これ野党共闘なかったらとんでもない世界になると思いますし、憲法だと僕に変えられると思いますね。で、私たちの運動負けてる負けてるとかすっごい言ってますけれども、あれ一つの印象操作で75年間もすごいたくさんの危機があったのにもかかわらず憲法を変えられてないってことは私たちの大勝利ですよ。何やってるんだねと私は思うわけですね。だから向こうに負けずに私たちも今回から国葬大失敗、勝った勝ったって言いまくる、そういうのもね本当に必要だなと思って反転攻勢に出なければならないなっていうふうに思うんですよ。こういった燃焼主義を打ち負かすには声を上げたら変わるんだっていうですね、成功体験をつないでいかなければならないと思うので、そんなね斜めからね見てて標本だけに生きてる人生でね、本当にいいよと、もっと楽しく生きられるんだよっていう生き方を私たちが普段の暮らしで見せていかなければならないなと思いますし、若い人につないでいかないといけないなと思うんですね。私この前韓国に来たんですね、10日間ぐらい。韓国行くとどこに行っても1987年からの世界と以前の世界全部分かるんです。どのところに教会行っても1987年何になったかというと民主化運動があって、軍事独裁政権から民主化するんですね。そこがやっぱり彼らにとっての危険なんですよ。ここからあなたがだから運動家の名前とかその辺の人捕まえたり韓国の芸能とか書いたとか、その民主化運動家の名前がで民主化運動があるわけですね。これこの焼酎の瓶とかもチョンチョルムだったかな、なんかそのチャミする以外にもあるんですね、チョンチョルムとかいう名前の。それどういう意味かというと初めての気持ちでっていう意味なんです。これ普通のメジャーな焼酎なんですよ。どういう意味かというと、これも民主化運動家が、民主化の運動家が書いた文字なんですね。これを焼酎会社が売ってくれって言うんですよ。で、このなんで初めての気持ちでっていうかというと、1987年の民主化運動で私たちが勝利した気持ちを絶対忘れちゃいけない、初心を忘れずにっていう意味で初めての気持ちでって書いてあるんですね。それに対してその焼酎会社が売ってくれると、それはどういう意味かというと、いくら飲んでも初めての気持ちで飲めるっていうのを、ね、売ってくれるんですけど、そしたらその書いた運動家が、あ、これはじゃあ売りたくないけれども、じゃあ私が勤めている大学の奨学金制度を使っている貧困の子供たちの奨学金全部50年間向こう50年間ずっと無料にしてくれたら、払ってくれたらこの名前売ってもいいよって、それで払い続けたことによって、あの文字で、チャミスルのもう一個メジャーな焼酎があるんですよ。あれは民主運動の運動家が書いた文字なんですね。初めての気持ちでっていう。これ、普通に韓国の若者を捕まえて聞いたら何で言いますよ。そのぐらいに運動は分かってるんですね。私たちもこういうことしなきゃいけないんだなっていうふうに思いました。今、だから韓国の労働組合運動事情を聞いてびっくりしたんですけど、パク・クネのボスですね。パク・チョンヒが韓国の労働組合を企業別から、産業別から企業別に変えたんですよ。日本と同じです。産業別から企業別に変えて分断を図ったんですよ。今もう一回産業別になるということで、今一生懸命組合がたくさん増えてる。で、なんで若い子たちが組合になってるかって、キャンドル革命だったんですね、2017年の。
目の前で何百万人、200万人の市民が集まって、パク・クネを目の前で倒した。この成功体験が私たちがロスと思ったら、世の中が変わった。だから、労働環境も悪いけども、声を上げてストライキしたら、もしかして変わるかもしれないと。で、今すごく盛り上がっているのは、シャネルとか資生堂の女性たちの組合なんですね。そこが、組合のストライキをやっていて、すごい盛り上がっているんですね。そういう人たちが、どういう運動になっていくかというと、シャネルの人たちがストライキになると、みんなが、ゼッケンに勝ち持ってもらえるんですね。それで、受け渡す人を見るとびっくりするんですよ。シャネルの大きなゲームがこれぶら下がって、そこで勝ち持ってもらうと。で、シャネルの人たちはみんなおしゃれですから、鉢巻きが似合う髪型にカットしてるんですね。ストライキの当日は。で、このシャネルの服に似合うようなね、ゼッケンにしてほしいとかね。こうやって運動っていうのはどんどん変わっていってるんですね。いや、すごいなぁって思いました。日本もきちんと運動の成功体験を引き継いだら、絶対に未来は変わるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、それがなかなかね、分断されてできてるんですね。まあね、そうだから私は韓国と日本とロシアがこう民主化された社会だったって考えたら、韓国の方が上行ってるなって、やっぱりそれは最初1987年にその市民が勝ち取ってるからね、この軍事政権を倒してますよね。そうなんです。そこがやっぱりそのやればできるっていう力をその自覚しているっていうところがある。で、日本の場合は、元々がこう、戦争に負けて与えられたっていう民主主義。しかし、そこで与えられた民主主義はもちろん素晴らしい民主主義で、それが日本国憲法にきちんと書いてあって、日本国憲法通りにこのなっていればもっといいはずなんだけども、憲法通りにやらない政府がこのバックしてるから、53条を無視して臨時国会開かないとかね、そういう、あるいは国民に何も説明しないとか、憲法も破壊し、どんどん破壊して、9条だって破壊されてるし、25条だって破壊されてるし、26条だってあるんですよ。そういう、憲法を無視したり破壊したりしても、平気な人たちがそのまま権力に座ることができちゃってると。そこに恐れをなんかこう、しょうがないなって言ったら認めちゃっている国民がいるっていうのが非常に問題で、おかしいだろうって声を出している人がいるんだけど、まだまだそれが広がらないっていう。ここに来たら別ですよ。もしかして全く別ですよ。そこがどうしたらいいかなと思うんですよ。先ほどの労働組合運動だって本当にもうずさずさになってますよね。だって連合の会長は国葬に行っちゃうんだから。びっくりですよね。なんでだよと。しかも会長と隣さんの事務局長ってあの人ね、事務局長の前の委員長ですよ。日教組どうしたんだよと、あの時の我々と戦っていた日教組どういったんだと言いたくなるわけですよ。いや本当に今回当時ね、安倍さんがね、日教組ってやじった時のあの当時の日教組がいたら、今回国葬の時大騒ぎですよね。ストライキやってたと思いますよね。これが労働組合に崩されてきた結果なんだなと思いましたね。で、例えば福岡県の研究委員会は県立学校に掲げるっていう通知出したんですよね。実際反旗掲げて、それに違反したら懲戒処分だってことでね。あんな昔の福岡県市教祖だったらもうとんでもないって言ってですね、もう処分を辞さずに失敗するっていうところまで行ったはずなんだけど、もうそういうことそういう力がなっちゃってるわけ。20日で現象ですね。何かあると弾圧されてて、でも今回それを生活下がってますわね。そういうところも大事があるところがもうがっつり見渡しても大丈夫だよっていうような運動を作れてこれなくなっちゃったっていうのが前なんですけど、まだまだ間に合いますから。韓国だってこの期間も本当に2017年から大変わりですから、だから大事もね、まだ私はこの国葬っていうのはすごくいいチャンスだなと思うんですけどね。なのでなんかね、日本の運動家庭のこと結構控えめなんですよ。もっとね、勝ったって言っていいと思うんですよね。こんなにやった、こんなに、こんなに伸びてください。私たちがやりました。ポスターとそのぐらい若い人もですね、私たちがやりましたと。野党労働キャリング、私たちが作りましたとね。もうこういうことやったらどんどん言ってっていいと思うんですよ。ついつい私も目の前の戦いいっぱいいっぱいになっちゃってね、なんか忘れちゃいますけど、かなり功績残してるので、もう自信を持ってね、楽しく明るくやった方が本当にいいと思うんですよね。ついついなんかこう、70年いい憲法を持ってるからではないかと思ってました、ね、それ憲法を守ろうっていう運動になっちゃうわけね。なるほど、そうだって。変えようっていう運動じゃなくて、変えさせないっていう運動になる。そ
と韓国は変えよう、軍事政権倒そう、民主主義を取り戻そうと、まあ、勝ち取ろうと、こういう、まあ、ことがあったところ、前向きのことところが、あの憲法を守ろうと、民主主義を守ろうと、これはあの守りの戦いになるから、あのまあ、ウクライナみたいに苦労するわけですよ。だからその守りの戦いに、そのどうやってこうどこその人々の心をこうあの参加してもらうかっていうのが、もうちょっと大事なんだと思うんだけど、だから失ってしまったらそれで分かるわけなんだけど、失ってからさ、商品なんだと。だから失った状態は、実は80年前を見れば分かるわけで、うん、その、ただ昭和 の, その最初の20年間を考えてごらんなさいと、ああいうことになりますよと。そういう時代が来ないとは限らない、今はあの新たな戦前かもしれないでしょと、そういう、それは逆に言うと、まあ、歴史を学ぶことだと思うんですけどね、歴史を学ぶことによって、それを繰り返しちゃならないぞっていう、それが分かるだろうと思うんですよね。ただ、まあ、今の状態だって考えると、いや、そんなことない、大丈夫でしょと、そんな昔の治安維持法の時代だとか、国家総動員の時代だとか、あるいはその、あちこちで戦争するっていう。そんな国になるわけないだろうなんていうふうに高くくってる人が多いんじゃないかと思うんだけど、そんなこともないと、ひたひたとそういう時代が近づいてきてるぞと、これこのまま行ったら危ないぞと、そういうことを言うと、それでこう、まあ、気がつくかどうかっていうのがあの、まあ、難しいんですよね。目の前にその横行な軍事政権があればね、これを倒そうっていう力が出てくるんだけど、これこのまま行くとそうなるよって言われてもね、ってそうなるのっていうふうに、まあなかなかその疑問を感じてしまう、このままで別にいいんじゃないのっていう感じで、でもそのですから、そのディストピアのこんなものがいると、こんな暗黒時代になる危険性があるっていう、ディストピアをこう知ってもらうっていうか、認識してもらうっていうのが、まあ、大事だと思うんですけど、だからその改憲を阻止するっていう、これもだから、どうしても保険っていうのが難しいですよね。そのだって、だから日本国憲法ってものすごくいい憲法だから、本当はその憲法の通りに、世の中が実践していればもっともっといい国になってるはずなんだけど、この国はそれが実践されていない、むしろそれをもう憲法の理想を逆行するような改正しようという改悪をしようという動きが出てきているっていう、だからまあ今の日本の憲法どれだけいいものなのかっていうのをどうやったら特に若い人たちが分かってくれるのか、これは僕ね、こういう講演会とか呼ばれていくことが多いですけども、大体こういうネタにしたんですよ。なかなかその若い人の場合話すチャンスないですね。ただ、時々だけど、高校とか中学校の先生がさっきの学校中学みたいに、若い人の場合話をさせてくれる校長先生が時々いるんですよ。学校中学なんかは、これはもともとそういうところだから、私のでも、人もね、なんていうか、そんたくありもないからいいんですけど、公立の高校中学で私を生徒の前で話をしてくれて呼んでくれる、そういう校長はですね、今までの経験から言うと例外なく退職直前の校長です。来年はもういないって言うんですよ。あとは元なら山とか前川呼んだからって言って、もう責任を問え問えて、その時は俺はいないからって、そういうこれも例外なんですよ。でももう最後にとにかく前川さん呼んで話、子供たちの話を聞かせたいと、そういう校長さんがいるんですよね。でそういう子がそういう方に行って子供たちに話すのは大人の言うことを信じるなって、もうそれが親でかね、教師であれ大人の言うことを鵜呑みにするなと、自分の頭で考えなさい、そういうことをですね話をしてですね、で先生とか保護者に対しては子供の言うことを信じましょうって言うわけです。子供には大人の言うことを信じるな、大人には子供の言うことを信じましょうとこう言って、それだけ大丈夫ですね。でもある時それを言って、その後教職員との懇談会ってこう言ったら、あんなこと言われちゃ困るって言って、その3人ぐらい出てきてね、3人が3人とも逮捕の教師だったんですよ。まあ偏見かもしれないけど、逮捕の教師はそういう権力思考がある。体育ってもともと明治時代に軍隊から持ってきてました。今やっているその逃げられたか前られたかね、あるいはその全体進むとか全体止まるとか、あれは兵隊の訓練そのまんまですからね。
絶対止まれば体っていう字は体っていう字じゃなくて兵隊の体っていう字なんですから、だから子供たちは兵隊しか来てるわけですよね。だからそれは結局ね、これは国葬の問題で僕ものすごくこう心配してたのは、国葬が子供たちに与える影響で、このなんか安倍さんっていうのは立派な人だったんだっていうような、あの架空の観念をですね、その刷り込まれる、こうなんかこう、その自分の知らない立派な人がいて、そういうその上から与えられた権威を無条件に無批判に受け入れてしまう、これは子どもたちを精神的に奴隷にするようなものであってですね、それは教育と真逆だと。教育というのは自分で考えて行動できる自由な独立した人間を育てなきゃいけないのに、こういう人で、こういう人なんです。こういう人を育てるのが教育の目的なんです。でもにもかかわらず、この何でも言うことを聞く。統一教会もそうです。統一教会は親の言うことを全部聞く子どもでなきゃ困る。二世っていうのは一世の言う通りに動く子供でなきゃいけないわけで、彼らが言う家庭教育支援法とか家庭教育支援条例とか熱心に彼らやってましたけど、それは結局大人の言うことを何でも聞く子供、親の言うことを何でも従順に聞く子供がいい子供なんだと、親自身がそのもっと上の権威、誠のお父様、お母様っていうね、真の父母様、ムンソンミョンのハン・ハクチャ夫妻のことをですね、誠のこのご父母様と呼んでやばいですよね。でそうやって結局あれ、統一教会って家父長的な道徳感がもともとあって、子供は親に従え、妻は夫に従え、これだからその7人は男尊女卑を含まれたんですけど、この家父長的な家族感とか道徳感っていうのをもともと持っている。でそこはね、日本の古い親父たちと共通してるんですよね。だからそれは自民党の極右的な人たちと共鳴するのがあって、で、政策協定とかもそういう部分ですね、家庭教育大臣しようとか、同性婚反対だとかね、子供を産まない家庭というのは家庭じゃないんだって考えたんです。選択的夫婦制限ってましたもんね。そうやってどうやったらこう自覚的な人間の自分で考えるのかと、どうやったらもっとたくさんの この西山の保護が育つのかっていうことをちょっと研究する必要があるやっぱり権利意識がないのは権利意識が出まかりじゃない。なんでないのかというと権利に守られて権利がないからなんですよね。労働者意識がないのも自分は労働者と思ってないわけですよね。そこが奪われてきちゃったんだなと思って、先ほど和光がねお話ししていただいたんですけど、その和光学園って本当に面白い学校で、校則はないんですね。校則は生徒が作るんですね。で1個だけ決められるルールがあって、上履きが指定されてたんですね。学校で上履きが指定の上履きを履かなきゃいけないって言われて、それでも先生たちはその指定の上履きを履いてないんですよ。自由な使いでんですよ。それで前に習いとか、それから並ぶことが全くない学校で、こんなにないんですよ。団長が見下す行為がおかしいって言って、みんなずるずると勝手に吸い引きずって、体育館が集まってですね、なんかこう、国会みたいな感じでやって、で、国民のクラスの中で国会議員みたいな感じで代表者が選ばれているんですけど、そこで打ち合わせをして、一つこう、案、法律みたいなのを出すわけですね。で先生も同じ服装だけど、同じ上履きを履かない、もしくは私たちに自由な靴を履かせてくれると。だからその上履き会社で打ち上げがあるのかもね。そういうね、そういうですね、話にもなって、で、結局、前回選挙一致で、先生も同じ上履きを履くことになって、で、私たちだけね、その規制されて、先生たちの上履きを欲しいみたいな話を。そういうですね、一つ一つ子供たちに決めさせていくっていう。それに対して大人も従うわけですね。はい、早く出したからって、先生が交番になられてですね、上履きを履いてるんですよ。そういうのを見てると、私たちが声を上げたり、おかしいよ、こういう人もいいんじゃないのって言うと、変わるんだっていう、これ一つの権利の行使なわけですね。権利は行使しないと生かされないんだっていう、その経験から憲法も、これは使わなければならないっていう考えに至る自然になっていく子がいるんですけれども、それを学校学園の卒業した子たち、みんながみんなデモを見てるわけじゃない。かなりの確率でありますけれども、若い子がいるなとか、大体学校出身とか、柔道部学園出身とかなんですけれども、そういうふうにして、権利に守られた経験があるとか、権利を行
使したら自分の意見が通ったとか行きやすくなったとかいうような経験をしなければならないなと思うんですね。で、私この前先ほど出た韓国に行った時に一つ韓国の方が教わったのが、あの12年分のことで日本大使館前に毎週水曜日にデモをして座り込んでいるんですけれども、水曜デモっていって超伝統的な韓国のデモがあるんですね。で、毎週水曜日にずっとやってたんですよ。で、韓国っていうのは道路運動ですね、道路使用許可がないとデモできないわけですね。けれども水曜デモだけは例外だったんです。使用許可を取らなくても伝統的なものだからいいってなったんです。けれどもコロナで1回目そのソウル市内デモ集会禁止令が出たんですよ。その時それだけですよ、その時だけ水曜デモが済んだんですよ。そしたら許可が必要になったんですよ。で、許可が必要になるとどうなるかというと、明け方と同時に右派が警察署に並んで先に申請出したんですよ。だから今、もし韓国の水曜デモに行かれた方は指定欄の保証券がやれてないんです。そこは右派が牛耳って、その少女堂の向かい側の道路に行ってデモをしている状態なんですね。で、他にもセオル号の献花台があったところも全部コロナで撤去されましたし、で、キャンドル革命が起きたいわゆる国会専門前みたいな大きな通りがあるんですけど、今あそこデモをしたり人が立ち止まったりできないように噴水がもうあちこちが出てるんですよ。子供たちは大はしゃぎですけれども、まあそこでデモができなくなっちゃったんですね。その時に韓国の方たちが言われたのは、一回でもした権利は絶対に回していけないと思ったんですよ。一回で回すと今度こうなるところがプシャーッと出てるところで、一回で回したらこうなりますよと、もう一度手にするにはものすごい努力が必要になるんだと。だから日本の憲法も絶対手放しちゃいけないと、一回手放したら大変なんだっていう話をされて、もうね、もう情けないですよ、日本から来てね、本当そうですよ、すいませんみたいな感じで言ってたんですけれども、そこだなと思いました。権利っていうのは一回手放したら大変なことなんだっていうこと、手にするにはめちゃくちゃ大変な時間がかかるっていうことも、それは本当なら教育が伝えていかなきゃいけない、こうやって当たり前に選挙に行ってることだってみんな行かないとかあったりとか、これもったいないですよね、権利を放棄してますから。こういった権利を放棄することがどれだけ一生懸命頑張ってきた人たちを踏みにじってしまってるのかということだったり、もう一度これ声上げなきゃなと思った時に時すでに遅しってことになってることもあるんだということを伝えていかなければならないなっていうふうに思ったんですよね。だからちょっと権利意識の高め方かななんですよ。憲法改正っていう、彼らが憲法の改正っていう言葉を言うかどうかっていうのも分かりますけどね、私は、安倍さんの国葬っていうのは、憲法改正に弾みをつける危険性だなと思ってたわけですよね。私も思いました。安倍さんも神格化しちゃうという、安倍さんは偉い人だったと、そうになるような偉い人、あの人は国葬だけじゃなくて大勲位の職務もあったわけですね。大勲位って言ったら、戦後は吉田茂、佐藤栄作、中曽根康弘だったんですよ。で、その4人目の大勲位なんですよね、安倍晋三さんがね。それで大勲位で国葬にもなった。大勲位で国葬っていうこの二冠王っていうのは吉田茂ぐらいなんですよね。そこの、そういうなんか日本の歴史に直したのに立派な人だったみたいな話になって、それで安倍さんについてはね、なんかこうそう安倍さんを記念するなんか何か必要だって言って、まあ少し堂々とする動きがあるし、台湾に住まれたんですよね。台湾にもね、今お札作るって書いてあるじゃないですか。え、3万円札作るっていう、やだ。昔はね、偉い人は神社だったんですから、無印象とか、無印神社とかね、統合原始の
アイドルのことだけど、乃木坂ってもともと乃木さんのお宅の横にあった桜会の乃木坂って言われて、今は乃木神社あってんですよ、そこは。だからそれで、ね、そうそう、乃木神社って言われてる人おかしいんだけど、阿部さんの信仰者ですよね。そうすると、阿部さんの、あの立派な阿部さんの意思を継ぐのが我々の残されたものの使命だなんていうことを優勝者が出てきて、それは会見だ、会見だというか、で、緊急事態情報だ、救助に、からね。あとは、憲法改正、彼らが言う4項目の問題性というのは、ここにいらっしゃるというのも十分ご承知だと思うんですけど、ただ、4項目というちの、一番最後に出てくる26条、教育情報ですね、あれはね、あったらなくてもいいような条文なんですけども、ただ問題があるのは、その教育が国家の未来を形成、未来を作るのに重要な役割を持っているということが書いてあるわけです。その国の未来を作るっていう、そういう教育の目的はそうじゃなくて、人間の社会のためにあるわけです、教育っていうのは。だけど、国の未来のためにあるんだって、こういうふうな言葉がちらっと出てくるわけです。あれが問題なんです。教育は国家のためじゃなくて、人のためにある。国のためじゃなくて、人のためにあるんだと。そもそも国が人のためにあるんですから。ところが、彼らの考えは、人が国のためにあるって考えられるから、国家のためにしないって言われるんですから。そうじゃなくて、人の命を守りたいというのが国家なんだから、その国と人との関係が逆転しているのが彼らの考えね、改憲派の考えなんですよ。その考え方が、この教育情報の中にもちらっと書いてあるんだけど、あの4項目としてまとめられた中には、大したことは書いてない、その部分だけの問題なんだけど、ただ、この憲法審査会でね、私は石山さんほどこう、毎回これをどっちしてるわけじゃないけど、時々報道に接しているとですね、だいぶ前ですけど、ちょっと前ですけど、新藤義隆さんが衆議院の憲法審査会の自民党の委員ですけど、彼がね、この教育情報に関して、教育の理念をちょっと盛り込んできたって言い始めたんですよ。もともとは教育の無償化をはじめとした、教育の環境整備のための条件を入れるってだけの話だったのに、それが教育の理念を書き込んできたってところにこう飛躍して、し始めて、じゃあ、教育の理念って何って言ったら、愛国心だとかですね。あるいは天皇をいただく、その伝統のある国家だとかね、これ、その2012年の自民党が作った憲法改正草案に、全文のところにそういうことが散りばめてあるわけですよ。で、あるいは国を守る気概を持つとかね、そういうものを入れようとしてるんじゃないかと。結局、その戦前に戻っていく、で、国のためには命を捨てることを惜しまない、そういう、国民、兵士を作る。そういう教育に向かっていく形勢が極めて高いなと。今日もその同じようなことを新藤さん言ってました。憲法審査会まず最初に教育の充実だとかそういったことを言っていて、教育の充実だっていうのが憲法を変える前に安倍さんがした朝鮮学校の無償化ですと何とかしろよと思うんですけれども、そういうのが別に憲法なんか変えなくて教育の充実なんかいくらでもできるわけじゃないですか。もうこんな GDP 2% の無事なんかかけないでね、全部教育にかけたらどれだけの子たちが行きたい学校に行けるのかなって思うんですけれども、そういうふうにして教育だとか言うとみんなが納得するんだろうと思って、その裏側が今その話聞いたのでゾッとしたんですけれども、だから9条を改正して建築をできる国にするっていうのと、20条を改正して教育が戦争ができる国民をする、これはだから車の両輪みたいなところで、戦争できる国づくりと戦争できる国民づくりと、これをこう両方やっていこうっていう、こういう意図がやっぱり改正案の中に入ってくるんですよね。だから、だからこんな改正はさせないっていうのは本当に大事だと、とにかくその日本国憲法がどれだけこう大事なものか、その前の時代をこういうやはり学ぶってことが大事だと思うんですよね。そのもうひどい時代だったんだと、その時代を変えたのがこの憲法だからっていう、それを、だから歴史を追体験するっていうのはものすごく大事なことじゃないかと思うんですよね。本当なんか押し付けられた憲法とかね、言われてますけども、75年もしたらね、言えるもんだと思うので、反対ですよ。もう大事なもんだってことでね、だって35年くらいのマックスです、言えるもんだってね。だからもう、国も折り返ししてるんだよ、大事なもんなんですね、75年も守り続けてたっていうか、全然生かされてないと思うんですよ。
わないようにしませんけれども、これが社会保障を削ってきたこういうことなんだな、この人たちにはもう無理なんだなと思ったんですよね。だから結構お金もないのないよと、生かしてくださいよっていうのを思うので、守るというよりも私なんか生かすときに来てるのかな。でもみんな憲法を知らないから、それをまず伝えていく、そういった権利を持っているんだっていうことを、相手も持っているんだってことを伝えていかなければならない、それが使命なのかなっていうふうに思ってます。まあ少なくともね、日本国憲法という余裕のものを持っているというのはちょっと強いですよね。そうですね、その現状が憲法と違うじゃない、憲法を求めている社会になってないだろうと、これを変えるんだっていう、変える、いい方に変えるためのその一つの、まあ、よりどころとして、これは、まあ、僕らには聖書でもない、法でもない、その法教でもない、この憲法があるわけで、この憲法をよりどころにして、これはその戦うということができるということは、一つの我々の、まあ、いいポジションじゃないかと思いますね。最後の3分、はい、ありがとうございます。はい、では、前川さん、石山さん、ありがとうございました。まだまだ聞きたいところなんですけれども、最後の時間の都合もありますので、ここでお二人よりまとめのご発言をお願いしたいと思います。まず石山さんよりお願いいたします。はい、まあ、いろいろね、先ほどのお話のテーマになりますけど、どう日本のそうですよ、市民の手に持つか、今度は、ね、努力しないといけないんですよ。私たちがもうこれ以上どう努力しないといけないと思うかもしれませんけれども、やっぱり努力をしないといけないと思うんです。一つですね、最近感動したエピソードがあって、この足立区の隣の葛飾区議会議員やっている水間幸恵さんという、私の大親友の同世代の女性がいるんですけど、彼女とこの前女旅にですね、森友学園に来たんですね。女旅で森友学園にどういうことなんだと思うんですけど、まあ、活動家の私たちはそれを聞いたんですね。その新幹線の中で、いかに日常的にデモとか集会とか声を上げることをいかに当たり前にするかって話を新幹線の中でずっとしてたんですよ。その時に彼女が、私ちょっと5つ上なんですけども、彼女は、私なんてさ、みたいな話をしてて、そういう話をする方なんですけど、私なんてさ、横田基地のこういうデモの時にさ、弁当食ってる写真持ってるよ、みたいなことを言ってたんで、横田基地多い？いくつの時？って言ったら、小学校10年生かなって言って、ちょっと待って、みたいな、私もその時いたの、私その時2歳だったんだけど、お母さんに覚えて、大きな三玉の自治労とか二教祖が主催して横田基地を包囲する大きなデモをやったんですね。その時に一般市民のうちの母親なんかも、湾岸戦争で子供たちがね、亡くなっていくのを見て、生まれたばかりの私を見て、もういたたまれない気持ちになって、私を追ってですね、その横田の基地の包囲デモに行ったって言うんですよ。それで、そこに私の友達の水間幸恵議員が弁当食べるって言うんですよ。私は30年前に会ってたんですね、31年前すでに。その巡り巡って、今普通にデモとか一緒にいたり、大阪に森友学園に行こうと思ってね、大阪に行ったりしてて、その新幹線の中で気づくっていう、ものすごい感動したんですね。こんなことも日本で数例の事例しかないんじゃないかなっていうぐらいなんですけど、やはり子供の頃デモに連れてかれても、水間さんのところの兄弟いますけど、みんなみんなそうなってるわけじゃないと。だから別に子供に強制するわけじゃなくても、親がそういうところに子供を連れてったり友達を連れてったりすることによって、連れて行けるようなデモや集会にしようという感覚になってくるわけですよね、だんだんと。私たちこういった集会とかデモに友達連れてこられるかって言ったら、いやちょっと見られたくないなみたいな気持ちになっちゃう。で、なんかデモとか集会も、あ、なんか疲れるな、明日外交専門家が悪いなみたいな、こんなところに友達なんか絶対連れてこれないんですよ、誘えないんですよ。もうデモ超楽しい、外交戦で超楽しみで寝れないんだけどって思うようなですね、運動を作らなきゃいけないと思うんですね。なんか難しいことがいいことみたいな日本人のこのなんか感覚を捨てて、もうこれも軍国主義だってことで、もうこの中、こういうかこう、こうなんていうかね、そういった軍国主義的なもので動かすんじゃなくて、ガバーンとかね、だけじゃなくて、拳の上げ方にもいろんな種類があっていいじゃないかという、楽しく、明るい、そういうことは決して悪いことじゃない、分かりやすいことは決して悪いことじゃないんだってことで、私たちの運動ももっと明るくですね、楽しくやった方がいいと思うんですね。皆さんもこう趣味を充実させてですね、その趣味のところの友達に政治の話をするとか、家族に嫌がらない
で、そういう家族を連れて行っても家族が楽しかったなって思えるような習慣にしようとかね、そしたらどんどん変わってると思うんですね。まずは自分の半径、自分たちの半径から話をして変えていくってことがとっても大事だと思うので、今からでもそんなんでね、自分の友達そういう関係性をですね、30年後は見出せるかもしれないっていう。なので、まあ、ここに誰のための運動なのかってことに目的を置きながら、今から諦めずに語っていくことが大事だなと思うので、まずは国葬大失敗、私たち勝ったってことで明るく楽しくですね、頑張っていきたいなと思います。頑張りましょう。はい、ありがとうございました。では早川さん、お願いいたします。私も明るく楽しいようにまた行こうかなと思って、やっぱりこうね、声を出す、動く、それがやっぱり一人一人が動けば、やっぱり世の中は変えられるということですよね。まあ、よく言われるように、魅力であっても魅力じゃないと。で、まあ、今日のね、ここにお集まりの方がの年代、まあ、大体私と変わらないような年代の方が多い、あるいは私の上だったりするわけですけど、世界観のギャップっていうのはかなりあるって気がするんですよね。で、まあ、石山さんと私は相当大きな世界観のギャップがあって、まあ、大体何個ぐらいの違いがありますよね。皆さんもおそらくね、息子や娘が言うこと聞いてくれないっていうことがあると思うんですよ。あるいは、まあ、お孫さんと意見が合わないとかですね。世界観ギャップっていうのはあります。国葬だって、年代別に意見を聞くと、もう60代、70代の人たちはもう圧倒的に反対が多かったけど、20代、30代はむしろ賛成の方が多かったりすると、まあ、分かんない人が多かったんだけども、で、そういう世代のギャップが大きいのは事実だから、そうすると、例えば60代の親と30代の子どもの間でもギャップがあるわけで、そのギャップをどうやって埋めていくかっていうことがあると思います。で、まあなかなかね、親の言うことを聞いてくれる子も息子も娘じゃない、むしろ親の言うことを聞かない方がいいと思いますよ、それは。統一教会2世みたいなね、従順であることを強いられる方が問題になったりなんて。だけど、やっぱり今、石山さんがおっしゃったように、その身近なところからこうつながっていくっていうのが大事だと。そうすると、まあ、親子の間でも、いろんな対話があっていいんじゃないかなと思います。あるいはご近所さんとかね、お友達とか、人とか、まあ、普段いろんなこうそのことを通じてお友達であっても、政治的な問題になると、まあ、そういう話は普通はしないんだとか、政治的な話がお互い、まあ、控えてみたいなこと多いと思うんだけど、でもそういう政治の問題をフランクに話せるようになる、それこそ明るく楽しく、国葬でやる意味があったのかなとかね。統一教会を抑えてどういうよねとかですね、やっぱりなんとかしなきゃおかしいとか、これ辺野古言わないとなのとかですね、辺野古あれ作ったってあれずるずるずると杭をどんどん埋めようか沈んでるのかしらしいから、あれは最初に杭しか来ないじゃないかと思って、まあ、頭にそれが誰も入れるんですよね。谷口真由美さんっていう人と一度対話したことがあって、対話した方法を作ったんですけど、谷口真由美さんに教えられたいい方法というのがあってですね、やっぱりここにいらっしゃる方はご自身の意見をしっかり持っている人が多いと思うんですよ。で、どんな問題についてもこれはこうだ、これはこうだ、こうあるべきだっていう考え方を持っている。で、そういう人はやっぱりしっかりした意見を持っているから、意見を持っていない人、何も考えていない人ってイライラしちゃうし、まあ、逆のことを考えている人に対しては何で分からないのと、お前騙されてるんだよとか言いながら、だからそれをなんとお前は騙されてるんだとか、なんでお前何も考えたいんだとかっていうふうに、上から目線というか高い下に出るんではなくて、このコミュニケーションを成立させるためには、やっぱりそこでこの相手が受け入れてくれるような言葉をかけていくってことが大事なんだと、というのを谷口さんが言ってたんですけど、それは簡単なんだと、肯定文ではなくて疑問文で話しかけるんだと。でそれはとりあえずつまり安倍政治は全部ダメだったっていうんじゃなくてですね、安倍政治って本当に良かったのかなっていうんですよね。で、安倍のミスって成功したのかなとかね、大失敗したのかなって言ってたんですよ。だけど成功したのかなと、なんか今ものすごい物価
スのせいじゃないのかなとかですね、あるいは、まあ、ね、軍事予算を防衛予算を2倍するっていうのを一体どこからその財源持ってくるのかなとかですね、そんな財源どこかにあるのかなとかですね、そういう、まあ、疑問の形で語りかけるということが大事なんだと。そうすると相手も考え始めると。これはつまり考えるとか学ぶとかっていうのは最初に疑問の根があるわけです。疑念とか疑問とかっていうものがあるからこそ初めて考えるし、考えるから学ぶんだと。学ぼうとしない人はたくさんいるわけです。このコードで何かの人はいいんですけども、この外に何も考えてる人はたくさんいるわけです。そういう人たちに考えてもらうためには、その人たちの頭の中、心の中にちょっとしたこう疑問の目を植え付けると、こういうことが必要なんだと思うんですよね。別にこれはカルトの先導ではないわけです。自分で考えるっていうきっかけを与えるわけです。自分で考えるきっかけを与えて、自分で考えてもらうと、考えて学んでもらって、自分の考えてものをちゃんと作ってもらうということが大事になってですね、これは決してカルトの先導ではない。カルトの先導はもうこうやってもういろんなね、こういろんな一方的な感度のシャワーのように浴びせて、それでこう染めてしまうわけですけど、そういうことじゃない。自分で考えてもらうということ、で考えればおのずから結論が出るってことがあるはずなんですよね。やっぱりその地球環境問題にしても、あるいは原発にしてもですね、あるいは核廃絶にしてもですね、もう考えれば当然その結果結論に行くだろうっていう問題があるわけで、人類はいつまで核兵器持つんですかと、こんなもの持つだって使えないもの、使っちゃいけないものをいつまで持つんですかと、こういうことを考えれば考えることいらないって話が分かってくるわけで、だから話しかける、誰に話しかけるときにも、その疑問の言葉で話しかけると、相手の心の中にちょっとした疑問の火がつく、そこから相手が考えてくれて、で最後はこう自分で考える、賢い市民になってくれると。まあ、息子さん、娘さんは諦めて、お孫さんからずれてもいいと思いますから、次の世代、次の世代に期待するっていうのもありがとうございますので、ですね、頑張っていただきたいと思います。週2日まだ歯医者やってますから、40代40前後の女の女性の歯医者さんにそういう話したんですね、したらね、行くよって言ってるんですよ。で期日前投票もねあるからね、場合によったら忙しかったら期日前投票も行ったらいいよって話をしたんです。そしたらね、私はね絶対期日前投票には行かないって言うんですよ。でなんでかっていう、いろいろ聞いたらね、期日前投票に行くとね、期日前投票した票がね、全部ね、闇の支配者みたいな、全部ね、操作されるんだと。だからね、投票日には行くけどね、期日前投票なんか絶対行ったらね、全部ね、都合のいいようにね、やられるっていうふうに信じてるんだね。で、またね、そういう40前後のね、人ってね、うちの娘も実はそうなんだけど、だいたい新聞は読まないでしょ。で何かって言ったらね、スマホばっかり見てるんですよ。何でも買い物もスマホで、なんかやたらアマゾンからなんか
が来たりね。でニュースも全部スマホ、子供の育て方もスマホだからね、もう我々の世代と情報の入り方が全然違う。でそういう人がそればっかり見てるからね、その期日前投票なんか言ったら全部ね、いい加減にされちゃうと。まあそこで話は終わったんですけども、その後ねいろいろねさらに聞いてみたらね、あれなんですね、自然食品を食わないと我々は毒を食わされてるっていうのばっかり、まあ、その似たような流れてるんですよね。だからねもう絶対、怪しいものは食わない。でねさらにね調べてったらね、埼玉県の歯医者さんがね、参政党の人がねそういうのばっかり流してたんですよ、ニュースで。まあ自然食がいいっていうのはまあそれはいいことだよね。ところがねそればっかり、あそれがこれ見てたんだなっていうのが分かったんですよ。だから期日前投票には行かない、自然食品は食べるね。で投票は多分ね賛成党に投票したんだそしたらね選挙終わったら賛成党は憲法改正賛成だって。ところが憲法さ、ね、改正に賛成なんていうことは全然もう頭にないんですよ。自然食と期日前投票なんか行かないっていうんだけども見てるような、そういう世代もね実はいる。だから非常に情報の発信もから受け入れ方もこう世代によってこう断絶がある、あるんだなっていうことを感じました。まあ話が長くなってもいけないんですけども、本当に我々が思いをどうね次の世代に伝えていくかっていうのは、まあいろいろ工夫がこれから必要だと思いますけれども、まあ、私たちの同世代もようやくスマホを使いこなせるようになってきましたから、まあ、そういうことも含めてね、本当に運動は楽しく、そしていろいろ工夫をしながらね、またみんなで、力を合わせていきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。本日の講演会は以上をもちまして終了いたします。なお、お渡ししましたプログラムの中にアンケート用紙と募金袋が入っておりますので、ご協力をお願いいたします。お帰りの際に係のものにお渡しいただけたら幸いです。本日はありがとうございました。なお、ご退場はコロナ感染防止のため規定退場をしていただきますので、少々お待ちいただければと思います。ご指示に従ってお願いいたします。